レドンデーラは、スペイン、ガリシア州、ポンテベドラ県の自治体、コマルカデビーゴに属する。ガリシア統計局によると、2011年の人口は3万6人。住民故障は、リードンデラン。ガリシア語ア者の自治体人口に占める割合は95.65%。レドンデーラは、ポンテベドラ県の中部に位置し、コマルカデビーゴに属する。西は、 リアでビーゴに面し、北は、ソートマイオール、東は、パソスでボルベン、南は、モストビーゴの、各自治体と隣接。自治体の中心地区は、レドンデーラ教区のレドンデーラ地区。レドンデーラは、レドンデーラ四方管轄区に属し、同管轄区の中心自治体である。出イネ1900年から1991年、1996年、自治体内には、 ビンフの駅が4カ所ある。ビゴ、モストの境界地域にビンゴ空港がある。自治体市長は、ガリシア国民党のハビエル・バス・コルヘイラ。自治体表議員は、ガリシア国民党、10、ガリシア社会党、8、ガリシア民族主義ブロック、2、a、ED、イリードンデラ、1となっている。レドンデーラは13の教区に分けられる。ふとは、自治体中心地区のある教区。 ありがとうございます。